それでは4月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます、えー、本日は、えー、学習経験者は特に注意して、えー、学習していただきたい項目についてお伝えしたいと思いますそれは分かったつもりになっているということなんですね日頃当たり前のように繰り返し勉強していると あまり深く考えずに勉強してしてままいますえというのもそれでも解けてしまうんですね何度もやっているから問題も答えも覚えちゃってるんですよなので深く考えずに勉強しても解けてしまうということなんですねしかし問題が解けるというのと理解をしているっていうのは違いますこれに気づくことが非常に重要なんですね例えば平成30年の問い9の問題 えこのあたりは基本事項なんですけれどもえ苦手な方もいらっしゃいます。基本的な内容なので問題文を理解した上で絶対解けるようにしておきましょう。単に解けるじゃなくてちゃんと問題文を理解してあ、こうこうこういう状況だからあこういったルールが使えるな。だから答えはこうだな。というふうにちゃんと物事を論理立てて答えを導くってことができないといつまでたっても本試験で 初めて見る問題で解けないということになっちゃいます。なので、このような基本的な問題をきちんと理解した上で確実に得点すること、えこれが合格するために必要なことなんですね。で、平成30年問い球の問題については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひどんな問題か確認していただければと思います。分かったつもりの勉強じゃなくて、いつもより少し時間をかけたとしても理解を深める勉強をしていきましょう。 そして、その理解を深める勉強、理解学習というものは個別指導で行っております。ただ、この個別指導についても、え募集終了まであと5名になりました。もうちょっと定員、えー、そろそろいっぱいになっちゃうんですね。なんで、残り5名は募集するんですけども、えー、それ超えちゃうと、えー、一応募集切らしていただきますので、その点ご了承いただければと思います。もし、えー、今年絶対合格したいというのであれば、個別指導で一緒に勉強していきましょう。 個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。A 所有の建物、1000万円ですね。これにつき、A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に売り主 A の過失により建物が滅失してしまった。この場合、B は A に対して契約解除もしくは、 損害賠償請求がでできる丸かかという問題ですえこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいでこれ答えは×、えー、罰ですねえ結論どこが×かというと契約解除もしくは損害賠償請求このもしくはが誤りなんですよこれどっちもできるんですね 契約が成立して引き渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したとき、滅失ってこれなくなるってことです。つまり建物がなくなっちゃったってことですね。この場合、責任のある方の債務不履行として扱われます。今回は A の過失により、売り主 A の過失により建物が滅失してしまったんですよね。これ例えば、タバコの不始末とか、売り主がタバコの不始末で契約した建物を燃やしてしまったと。 この場合、売り主 A の債務不履行になるので、まあ、A が責任を取るって話なんですよ。だから結果として B は A に対して契約解除をすることができますし、損害賠償請求をすることもできますよと、と、まあ、いうことですね。なので契約解除だけじゃなくて、合わせて損害賠償請求ができるので、誤りだということです。まあ、とりあえずはね、このポイントをちゃんと覚えておきましょう。 ただ、えー、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては、まあ達見試験の重要ポイント網羅できないし、整理できないんですよね。宅検試験で覚えるポイントって非常にたくさんあるんですよ。で、それをちゃんと網羅した上で自分自身で整理していくってことをやっていかないと、覚えなければいけない、えー、ポイントっていうものが頭に入らないんですよね。だ結果としてどれだけ勉強しても頭の中が混乱して合格できなくなります。 なので、こういった点っていうのはつなげて勉強するっていうのが非常に効果的なんですね。 じゃあ、この問題について何をつなげて勉強しなければいけないのかっていうところがポイントなんですけども、ちょっとここまで話すとですね、長くなっちゃいますので、あの、個別指導でお伝えする形になります。まあ、こういった部分が理解学習なんですよね。こういった部分を早い段階から始めるってことがすごく重要なんで、もしね、あの、自分自身でつなげて勉強するとか理解学習できないっていうのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、個別指導の受講者には別途動画あります。えっと、3問分かなこれに関連する問題が3問ありますので、その3問について、 で、そちらを受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。で、問い2ですねえ。クーリングオフに関する問題です。でえ、クーリングオフ入る前になんですけども、まだえこの動画のチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね。そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅建業者でない飼い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、 この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、売り主 A が手付金を受領しているとき、A は手付金から違約金を控除して返還することができる、丸か×かという問題です。今回、売り主 A は、宅券業者とは書いてないんですけども、宅券業者 A と考えていただければと思います。で、答えは×です。クーリングオフによる契約解除では、違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。 つまり、売り主 A っていうのは、宅建業者でない飼い主に対して、違約金を請求したりとか、損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。手付金をそのまま全部返さないといけないということです。で今回問題文は、手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、わ、えー、かりますでしょうか 控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。例えば手付金100万円預かって違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていう風になるんですね。 でもこれは間違いで、違約金え、これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま飼い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、問い3ですねえ。農地法の許可を受けず、農地を宅地としてえ造成したものは、都道府県知事から工事の停止、現状回復、その他違反を是正するため、必要な措置を行うよう命じられることがある。ルか×かという問題です。これは丸ですね。 許可を受けなないで権利移転させれればそれは無効になりますで、まあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら、現状回復命令など命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。まあ、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。卓球試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしても、なかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるしまた合格もしやすくなります。 具体例を使ったりイメージしたり理由づけをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です難しいな何言ってんのか分かんないな実力が上がっている実感がないなもしそう思われているのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能ですもしあなたが次の試験で合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので。 ぜひご確認くださいあなたの受講お待ちしております卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう